皆さん、こんにちは。本日もスプラトゥーン3の動画を撮っていきましょうか。さあ、フェスがようやく終わりました。道具派の皆さん、暇つぶし派の皆さん、そして食料派の皆さん、お疲れ様でした。私は食料派でした。いやー、けど最下位か。まさかの0点。いや、食料が勝つんじゃないかなと思ってたんだけどさ、負けちゃいましたね。まあそういったところでフェスの結果が出たんですよね。で、そこについては先日共有させていただきました。で、今回はですね、改めてフェスの結果を踏まえて、今どういった武器が流行っているのかっていうところをですね、話していきましょう。ただ、一点注意点としましては、バンカラマッチと縄張りバトルっていうのは、もちろん全然違います。そう、全然違うので、縄張りバトルで使用率が高いから、バンカラマッチで活躍できるかって言われると全然違います。で、バンカラマッチはバンカラマッチでも、ガチ歩行、ガチエリア、ガチアサリでガチアグラあるわけで、まあそれぞれルールがあるわけだからさ、で、ルールによって強い武器、弱い武器っていうのがあるんですよね。なので一概に言うことはできませんが、ただ、縄張りバトルってさ、総合力が求められます。上位に行くには、キルも取らないといけないし、で、なおかつ、塗りもしっかりとしないといけないし、バランスが重要なんですよね。なので、かなり絶妙なんですよ。まあ、そういったところを踏まえると、総合力っていう点だとですね、この縄張りバトルで使用率が高い武器っていうのは、総合的に強いっていうことが言えるんじゃないでしょうか。まあ、そういったところで、今日はですね、先ほど冒頭で申し上げた、道具、暇つぶし、さらに食料、この3つのチームで100ケツに残った人、まあ、合計300人ですね。合計300人の武器の使用数、そちらについてキア表にまとめられておりましたので、今日はですね、そちらを中心に紹介していければなと思ってます。そしてもしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからもスプラトゥーンの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さらに高評価もポチッと押していただけると幸いです。さあ、ということで暇つぶしから見ていきましょう。で、暇つぶしなんだけど、いや、これはね、予想通りじゃ予想通りではありますよね。大体さ、今回のフェス、どちらのチームにもスクスロがいるっていう場面が非常に多かったです。で、印象通りでしたね。で、100ケツ中ですね、暇つぶしの場合は33人がまさかのスクスロっていうところで、まあ、約3割の方が、スクスロ使用されていたっていうことがこのことから分かっていただけるんじゃないかなというところですね。多すぎないか。で、時点でシャープマーカー。なので合わせるとやばくないこれ。61% ですよ。100人中61人がスクスロかシャープマーカー持ってるっていうところを考えると、明らかにこの2つの武器が縄張りバトルでは抜き出てるっていうことが分かっていただけるんじゃないかなっていうところですね。まあ、シャープマーカーに関してはね、結構癖があるので、バンカラマッチで活躍、まあ、できるっちゃできるんだけど、ちょっと難しい武器ではあるんですよね。なので、まあ、これはその、なんとも言えないところではありますが、まあ、縄張りバトル特有なのかなっていうところ、ただ、スクスロに関してはやっぱりね、まあ、どのルールでも強いっていうことが、改めてこれで分かったんじゃないかな。まあ、当初はですね、バンカラマッチでのみ強いんじゃないかっていうことが言われてましたが、ただ縄張りバトルでも明らかにぶっ壊れ武器、環境最強武器っていうことが分かってしまいました。発売当初はスプラシューターの方がやばいんじゃないかっていうことが言われてましたけど、ただなんだかんだ言ってやっぱりスクスロが1位なんですね。まあそういったことがですね、改めて分かりました。で、暇つぶしだけじゃなくて、まあ道具と食料の方も見ていきたいんですけど、道具の場合はシャープマーカーが32。そしてスクスロが23。で、食料の場合は、スクスロが35。で、シャープマーカーが22となってます。まあ、若干の誤差。いや、結構な誤差があるのか。結構な誤差がございますけど、ただ合計すると、やっぱりですね、スクスロが1位なのかなっていうところ。で、時点で、まあ、僅差でシャープマーカーっていう形なので、まあ、この2つの武器に関しては、ほぼ互角なのかなっていうところですね。とにかく、この武器が2つ2強ということで、おそらく次回のフェスでも、この2つの武器がかなり猛威を振るっていくことになるんじゃないかなと思いました。で、次なんですが、暇つぶしの場合はスプラシューターか。で、道具の場合もスプラシューター。で、食料の場合は、ボーニーガロン。そして、ブラスターっていう形になってますね。ブラスターが入ってくるのはかなり珍しいね。
なんで食料だけブラスターが4人入ってんだろうね。ちょっとこれは何とも言えないところではありますが、まあ、個人差があるって感じでしょうか。なかなかブラスター系では入るの難しいからね、縄張りの方は。まあ、ヤグラではとても強いですが、まあ、そのような状況になってます。で、他の使用率が高い武器としましては、ローラーかな？そう、ローラーってね、一見ですね。塗りが弱くて、どうなのかなっていうところがありますが、ただコロコロで綺麗に塗れるっていうところであったりとか、そしてバリアがね、かなり優秀なんですよ、縄張りで。まあそういったところもございまして、ローラーがですね、上位につけております。かなり使用率が高いみたいですね。あとはまあ個人差がある武器ではあるんですけど、若葉であったりとか、あとはパブロであったりとか、で、リールガンであったりとか、チャージャー系であったりとか、あとボトルも入ってますね。まあそういった武器が、今回100血に入ってる方、よく使っているみたいです。使用人数が、複数の武器ってさ、こう見てみるとかなり少ないよね。まあ要するに2人以上使ってる武器っていうことですが、まあそう考えるとやっぱり今の環境ってかなり偏っているのかなと思いました。あとスプラマニューバが入っていませんね。マニューバが結構厳しいのかな？今の環境だとどうなんだろうか。あと個人的にザップってさ、かなり縄張りで強いんじゃないかなと思っていたんですが、ザップはね、入ってないんですよ。まあ一応ですね、暇つぶしと道具に1名ずつ入ってはいますが、それ以外は入っていないので、まあ300人中使用率が2人っていうことか、それを考えると、ザップはもしかすると弱いのかな？どうなんだろうか。もしかすると次回の修正アップデートで、まあザップのドリンクがナーフされるんじゃないかっていう噂が出回ってますが、ただここを見てみると、実はそんなにぶっ壊れじゃないのかな。まあそれよりスクスロがぶっ壊れすぎて、まあどのルールでも上位に来てるからさ、まあこの武器は本当にナーフした方がいいのかなと思いました。まあ爆風の判定が明らかにおかしいからね、多分そこが若干修正されることになるんじゃないか。まあそれこそスプラ2で言うと、初期のホットブラスターみたいな感じか、爆風範囲が狭くなりましたみたいな。まあ判定が厳しくなるっていう言い方の方が正しいかもしれませんが、まあそんな感じでございます。ただ本当に見れば見るほどすごくですね、武器が偏っているなと思いました。まあこれの理由っていうのがやはり冒頭でも言った通り、スクスロとシャープマーカー。こちらの2つの武器が要因っていうことか。はい。あとはまあ好きな武器を使ってくださいって感じなんでしょうかね。ランキング見てる感じだと。ただシューター系だとやっぱりスプラシューターってかなり安定していて、どのチームでも上位に来てるんで、まあ迷うんであれば、スプラシューター持てばほぼ間違いはないのかなっていうところ。で、スプラシューターに関してはですね、初心者の方でもかなり持ちやすい武器となっておりますので、そこの点は非常にですね、使いやすいんじゃないかなと思いました。なのでバンカラマッチとかでも同じことを言えるかもしれませんが、勝率をある程度安定させたいんであれば、まあ、スプラシューター、スシオを極めていくっていうのもいいかもしれませんね。はい。まあ、そんな感じでございます。皆さん、今回のフェスどうでしたか？もしよろしければ、皆さんの感想をコメント欄に書き込んでいただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。いやー、けど本当にこれからフェスはどうなるんだろうね。まあ、ツイッターのトレンドでも入っていましたが、次回のフェスが心配すぎるみたいな意見がかなり多く出てます。まあ、理由としましては、以前の動画でも話していた通り、バグがあまりにも多すぎるっていうこと、さらに武器がかなり偏っているんで、なんかもうね、スクリュースロッシャー、さらにシャープマーカー、これを持たないと勝てないんじゃないかっていうことすら言われてます。まあこちらに関しては個人差があるんで、なんとも言えないところではありますが、ね、本当にどうなのかなっていうところはありますよね。まあそういったところで今日のところはこの辺りで終わっていきましょう。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもスプラトゥーンの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そしてもしよろしければ高評価もポチッとよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。